台風10号ですけれども、この後勢力を強めながら北上する見込みです。西日本、東日本を中心に北日本にかけて影響大きくなる見込みなんですけれども、交通機関への影響というのも心配される状況です。まず現在の台風の位置とこの後の予想です。現在はですね、小笠原諸島の父島の南西の海上に台風の中心があります。この後西寄りに進みながら北上する見込みでして、27日から28日にかけて西日本にかなり接近、あるいは上陸の可能性があります。そして29日にかけては日本海を北上する見込みでして、北日本でも影響してくるものというふうに見られます。こういったコースをたどる踏み込みなんですけれども、交通機関への影響も心配されます。こちらまず新幹線の影響から見ていきます。新幹線ですけれども、こちら東海道、山陽、九州、西九州新幹線は27日の夜から影響が大きくなる可能性があります。一方ですね、こういった各新幹線に関しては計画運休風の可能性もあります。JR 各社の最新の情報をお気をつけください。そしてピークとなってくるのが28日です。このタイミングですと北陸新幹線も影響が大きくなる可能性があるというふうに見られます。そして在来線です。在来線に関しては広い範囲影響が出そうなんですけれども、このうち27日の夜です、東海、近畿、瀬戸大橋線、四国、九州の各路線で影響が大きく運転見合わせの可能性があります。瀬戸大橋線は風の影響ですね。そしてこの東海などに関しては太平洋側の路線で雨の影響による運転見合わせが出てくる可能性があります。そしてピークになりますこの28日水曜日に関しては、北日本ですとか甲信地方など東日本の路線でも運転見合わせの可能性があります。特に中部地方から西のエリアに関しては計画運休の可能性があります。こちらも JR 各社のホームページなどで最新の情報をチェックするようにしてください。そして次に高速道路です。高速道路に関しても27日の夜から、これは東海ですと三重県の路線ですね、近畿も南部の路線、あるいは本州、四国連絡道路、そして四国太平洋側、九州太平洋側の路線で通行止めに至るほどの雨が始まってくる可能性があります。そしてピークとなるやはり28日に関しては影響度合いがかなり広がる見込みです。各地で通行止めなどの恐れがありますし、雨の降っている量ですとか、また長さによってはですね、開通するのが29日にずれ込む可能性もあります。ご利用予定がある方はこちらも最新の気象情報と合わせて、ネクスコ各社の高速道路の情報にもご注意ください。そして最後に空の便です。空の便に関しては東海、近畿の一部ですね、あさって夜には影響出る可能性があります。これは台風本体の影響というよりですね、機体言いぐりですね、機材をこの退避させるような、ことによって影響が27日の夜から出てくる可能性があります。28日になりますとその範囲がさらに拡大をする見込みです。航空各社の情報についても最新の動向十分お気をつけいただきたいと思います。最新の気象情報についてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。